さあ新橋にやってまいりました。ご覧ください、新橋2丁目ということでございまして、 G3 初日直線大本命を外してこれでいきます。まあ正直ケンヤに展開向きすぎてます。もうみんな、4の、北井くんが強いってことはもうみんな知ってる。北井くんの好き勝手にやらせすぎてるんじゃないかと、ここ最近ね。ということでもう絶対に新山恭平くんも、そしてそこと踏み合ってる間に寺崎も絶対に行くと。でも北井くん多分それもう行けます、勝てます、そこには勝てますか、勝てます。でからの軍ちゃんで売れてるけど、もうそこはさすがに剣や一撃浅井さん今日しょって今日短期じゃないんだし、うん、一撃まくってくれよということで、はい、まあ、一応1、6の、ワンツーフィニッシュ、あとはもう短期のもうどこにでも入れる、そして短期の成績ここ先抜群に増木も2着に入れて、まあ、あとは前残りで、まあ、ぐんちゃんでもう何回も北井くんにやられてるんで、まあ、3着は一応北井くんなども残しての計12点マックス1000倍。もうみんな剣や舐めすぎ、 SS ですから、 SS ですから、はい、予想タイム37の、でも確かに437で、まあ、並ぶ可能性は高いので、で北井くんがこれ怖いのか、そのまま1着もいけちゃいそうな、もうそのまま俺行っちゃうよみたいな感じで行っちゃう可能性あるけど、まあさすがに川崎ある程度直線長いからさせるだろうっていう感じですね。まああとは刺されるのは増木さんかなと。でまあ寺崎もある程度最近調子いいし、その後ろにいる古翔さんが2着には来れるだろうと。結構古翔さんね、北井君と相性良くないんですよね。なんかね、あんまね入ってるイメージないんで、やっぱ結構先行で主導権握られるタイプはちょっと弱いかなっていうのが、うん、あって2着5もちょっと怪しいぐらい。なるほど。3が来た時はもう5というよりかはもう4絶対で、 7の時だけぐちゃぐちゃになってると予想で 7-5 でっていう感じですね。まあ、増木がもうマジでどこいるか分かんないから、ね、そうですね、足溜められるんでっていうのと。なるほど。ブルーレディ公式チャンネルプラス、新太郎がいいじゃない、ケンちゃん、新太郎が取りに行かなかったから、ね、ケンちゃんいい位置じゃない、結構いい位置じゃない、ケンちゃんこれ、え、めっちゃいいじゃん。てか増木そこに、なんかどこ一番後ろ、終わったな、7分いいんじゃない、ケンちゃん、ちょっと、いやでもケンヤは絶対一発はまくるから、あ、寺崎は絶対まくるから、京平くんがケリーに行った後、軍事の後ろ、あ、古翔さんの後ろに、古翔さんが得のタイミングで出てくるからね、多分もう無理って分かっちゃうからすぐ先に行ってないでしょ、あ、でもそうか、いやもう普通に寺崎だからちょっと分かるか、期待が京平くん突っ張るんだったら、まあ、その上から叩いちゃうみたいな、上から叩いちゃおうかみたいな。でもまくりになったら、まくりになった時の北井くん激弱だよ。でだから突っ張るでしょ、まくりってことは。マジで一三五これ見えてきたな、まあ、でも下げても、下げてもおもろいけど、これ一三五、いや下げて絶対ダメだ、絶対ダメだ、絶対ダメだ、下げちゃう、これ一三五見えてきた、いや下げて、いや弱い、弱いぞこれも、いや剣也は我慢しろ、そうだよ、そうだよ、これ1さんが来るぞ、これ1さんが来るぞ、寺崎、これ、いや、これ残る8残る、いやでも5、7、7、5で来たら嬉しい、7、5で来たら嬉しい、あとマスギ、よし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 、マスギ、マスギ、よく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 、いや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 、できるできる、何してんねん、何してんねん、マスギちゃん、マスギ邪魔だな、マスギちゃん、ちょっとマスギ邪魔だな、マスギちゃん、え、これ待って、よし、それに発信して、それに合わせる、それに、いや、古翔さんきついかもな、古翔さんきついな、これ古翔さんきついな、これよし、さて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 さ、刺さないか、やっぱよ、うわ逆だったか、誰も仕掛けなかった、ケンヤは何してたんですか、ケンヤは最終の第2コーナーぐらいでもうあの浅井さんの後ろにいたから、だってめちゃめちゃいい位置にいましたよ、古翔さん入れられるね、これ期待くん期待できますね、これ地元で軍事守れよ、絶対ここぞという時深谷さんもいるわけだしさ、頼むよ、もうなんか2024年はもう期待前でいいかもね2024はただ今後こんなに仕掛けないんだったら初日直線も期待組んでいいです、後ろがいれば、確かに短期は別よ、短期は別だけど、まあそんなことめったにないから、もう後ろがいたら期待組んでいいです、そうしましょう、期待前、期待前、全然期待、全期待、全期待、